じゃあ、今日は5月からあの幕開けで販売する予定の、フラグメントケース、なくさない財布タイプのフラグメントケースの高値が上がってきたんで、サンプル今から作っていきたいと思います。今回もあの栃木レザーを使って作っていきたいと思います。じゃあ裁断していきます。裁断が終わって、この革今 1.5 ミリ厚で統一されてるんで、あの部分によってすいていきます。ということで、あの下の準備ができたので、今からミシンで塗っていきたいと思います。ということで、無事フラグメントケース完成しました。これはここにカードがこう入って、でここもポケットになっていて、裏面はカード1枚入るようになってます。でこうファスナーを開くと、お札はこのまあ、ここにスッて滑らしてもいいし、この折りたたんで横に入れても大丈夫な仕様になっていて、一応ここにも入れるスペース作ってます。ここファスナーないんですけど、ここのファスナー、外側のファスナーを閉めたらコインがこぼれない設計になってます。で守りをが入れるスペースがあって、でこのチェーンを中の D 缶につけてもらうと、こういう風にこう閉めたら、ここに鍵もつけれるような
オールインワンの、フラグメントケースにしました。またこの、5月、ゴールデンウィーク中くらいから幕開け、クラウドファンディングの幕開けで販売するんで、またよかったら見てください。以上です。A time